どうも寺です、ビンゴリやっていきましょう。残り30分もない、あと24分で次の日になっちゃうんですけど、残り23分、スコティッシュ杯3回やろうかなと。間に合うかなこれ。スコ杯3回やろうかなと思ってるんですが、ただこれだとダメなんだよな多分。一回もう一回やるか。一回やってそれから考えよう。いや、ダメダメ。無譜がないとダメだ。三回やらなきゃ意味ないんだよな。いや、意味ない、いや、意味ないんだ。祝砲2回。これでなんとかいけるはずだね。で、ボールは、これ。3回。いけるかな?行こう。ギリギリなんとかなるかなと。マイチャレでいいよね。スーパーショット、まあ、自分が急いでもしょうがない。相手が急がなきゃしょうがないんですけど。だからちょっと待っ、もうこれは運だ。運任せだ。早く打ってくれる人、まあでも最終日は大体みんなそうですよ。遅延はしないはず。最終日はサクサクやってくれるはず多分。音楽変えるか。暇だし。ファラ側にしよう。サクサクやってくれるはず。はい。次行きましょう。3回やらなきゃいけないからね。何にしても。350でここでフルを使うでよかったっけ。場所悪いかな。376ヤードしか飛ばないんだ。やっちまったな。超フルがあったな。そういや、しまった。リボ症かな。16.4 した。オッケー。まあ自分が急いでもしょうがないんですけど、まあ全部こんぐらいでいいや。間に合うかな。3回やって順位出ないと、ポイントがもらえないので、あ、今度はいい感じ。うん、
でラストここか。あれこれいらなかったか。なるほどね。まあ自分が急いでもしょうがないんで。ってことはブレ読みもできるな。3発か。2回目ちょっとブレ読みします。最初のホールだけやって、あとは全部同じなんでしょう。ブレは頼む、急いでくれ。もう時間ないんだ。やばい。やばい。終わってくれ。早く。早く終わってくれ。頼む。早く終わってくれ。早く終わってくれ。頼む。早く終わってくれ。頼む。早く終わってくれ。さっきサクサクやったじゃんね。第2ホール。サクッといったじゃん。頼むよ。頼むよ。サクッと終わってくれ。よし、来た。まずは1試合と。なんか悪くなかったね。悪くなかったが、あ、もう1試合やってるわ。よかった。じゃあ、あと1戦だけでいいんだ。とりあえず。うん。残り15分だから、まあ大丈夫。あと1戦ぐらいはいける。ね、よかった。1戦やっといてよかった。一応ブレ読みやろうかな。少な。少な。もうやってないっていうことで。で、これが、さあ。なんかちょっと違うかもしんないけど、まあ、でもブレないぞ。316しかないぞ。祝砲打つか。366だね。祝砲打つんだよね。330。316なら祝砲打つ必要ない。マイチャレでいいや。で、ぴったり。5.4。左ブレなんだ、あれ。左ブレだけは分かった。316の左ブレ。で、結構なブレだな、2.3m。まあ、2.3 のブレということだけ覚えていればいいと。316ヤードで 2.3m のブレ。で、次が、これフルスイングなんだな。多分フルスイングの方がいいんだ。ここは。4メーターの風。で、ちょっと傾いてるけど、まあ、でもまあ傾いてはいるか。3ぐらいどかすか。1、2、3。
で 2.3m のブレはこれ2打目関係ないので、フォーミングにして、ただここでのブレを見ると、ブレてない、158でした。で、ぴったり手前、あーダメか、むずいね。よし、ういっと、まあ、せっかくだからもう一試合行きたい。もう順位は出るので安心してるんですけど、2.3m のブレだったんですよ、第1ホール。だから第3ホールで調整ができるんですよね。316ヤード、 2.3m。だからそこはもう確定事項で、ここ193ってことは、倍にすると386なんですけど、316だから70ぐらいは、意味がないと。70が 3m だとすると、これは、こっちで打ったらそっちに行くから、このぐらいで打つと左に行くんだけど、だから1メーターでいいんですよ。1メーターでブレは。このぐらいでいい。感覚がわかんないわ、まだ。ディボッショで、下で、全力打破でいいか ?12.1。ちょっと違うか。うわー外した。うわー、結局どこに行くか。ういっと、なるほどね、なるほどなるほど、だ今ので次行かせるよね多分。もう一戦、残り11分いけるはず。はい、よし、順位は出た、順位は出たので、一応ポイントはもらえる。ラストゲーム、おそらくスコクラ、でマイチャレいいね。2ヤード強めはいいね、いいかな、下かで、ブレーここで見ます。よいしょ。ブレあるようなないようなだな。なんか左に、そうやって左になんかブレそうな気はするけど、ちょっと打つしかないですね。オッケー。はい、左にブレてました。でどれぐらいブレてるかだな。ほい、2m、 まあまあ 2m でしょう。第3ホールでこれがまあ一応使えるので、情報が OK。 第3ホールで使える情報 2m だ。次はもっと
そうかそうか、1メーターじゃなかったね。ああ、そういうことなんだ。だから多い、ん？多い？ 1 メーターでいいじゃん。1メーターでいいのか。第3ホールが、そうだね、1メーターでいいのか。難しいな。2人、よし。はい、これ多分あれですね、リタイアはホールインワン狙いなんでしょう。376、これもうここ安定でしょう。踏んで2打目のブレー幅を見る。そんなにブレてないかな。まっすぐでいいんじゃない、これ。ブレなしでいいんじゃない。ブレなしでよくて、角度が3かなぐらいか。で、よ、141、2、3、ここまでやっといた方がいいか。で、リボショを打つか、ホーミング打つか。最後のホールを考えると、これは、ホーミングの方がいい。で、弱めがいいか、弱めがいいんだよな。うわ、外した！くぅ！まあ、でもいいところには落ちるんだけど、どうなるかな。なるほど。3でよかったか。はい。さあ。まだ、あ、もう一回できそう。もう一回できそう。これもう一回行こうか。1メーター。1メーターでいい。最後は。最後は第1打のブレを考えて、これだなっていうところ。ここなんですよ。ここでいい。下。まあ、あとは、ぴったりで打つのでいいのかな。ぴったりでいいよね。ぴったりでよかったはず。うわ、外した！ただ、まあ、ちゃんとブレ、1打目のブレがこういう風に生きてると。そして外してたと。距離はバッチリ。でも思ったよりだったな。1打目そんなに、なんだろう。どういう計算なんだろう。315の時が2メーター。これがね、この収束幅が狭いんじゃないかな。だから距離が短くなるほど均等じゃないのかもしれないんだな。比例とか半き、なんか一定じゃない気がする。ラスト行こう。あと5分ある。あと5分。ラスト、あと5分、あと4分。誰も来ない。あ、来た。ラス、超ラス。まあ、最初の 5% を引くっていう、その遊びも大事ですけど、やっぱ左か右かは見といた方がいいか。ここだけはまあ意味あるか。
左に行きそうなんだよな。じゃあちょっとまあ最初にかけとくか。ほい。行くか。うわ、外した。これでもう分かんなくなっちゃった。まあ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 。悪くないよね。うん、左に行くっていう設定で右にして打ったら左に行ったってことは左でしたっていう。ただジャッシュしてないからね。本当のラスト、もう3分しかない残り。だからこれは順位に関係ないと思う。ほんまのラスト。見ます。これまっすぐだな。うわー、外した。くー。 2.4。 そうっすか。ショックでけえなこの。多分順位関係ない本当の終わり。8メーター難しいよね。はい、決めていく。2.4 左か。まあまあ前回の失敗を生かせるかなと思うんだけど。で、ブレを見ますと、ポポン、左、おう、左で135。とりあえずここを見て、なるほどね。あー、これもしかしたらこれでいいかもしんない。うん。結構いいところに落ちそう。この感じ。左にブレてるし。ただ右に行くかもしんないけど、ちょっと弱め。さすがにやりすぎたか？なるほど。そうかそうか。まあまあ、まだまだだな。アルバトロスじゃん。ナイス。最後は、2.4 だね。最後の 2.4。 じゃあ調整するなら、1メーターでいいよな。かなりいいところに落とせると思う、これは。
まあ最初のショットジャッシュしてないから若干不安はあるけど、さあラスゲやっていきましょう。ですね、210か。あー、ここでいいと思う。下リボショーで、だいたいぴったりで OK だった。 11.9、 OK。 どうだ。まあこの辺がむずいか。トントンと。なるほどね。まあ悪くなかったでしょう。強さの問題だね。あとはこれで今回のミンゴルは終了と。で最後に挨拶かまして終わりと。よし、0時03ですからね。さあ終わりですわ。このねブレ読みが分かるとまあちょっと面白い感じにはなれるかなと。チャンスがそれだけつかめるわけですから、この今回の最後のショットみたいに、どうすればそのバーに当てることができるかみたいな、やばい、分かんないと面白くないから。はいはい、最終的に12442と。一応なんかトーナメント参加は最後までできましたということで、まあガチャも特にないか。はい、では今週もミンゴルをご覧いただきありがとうございました。来週からもまた頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。失礼します。